皆さんこんにちは、モード A のノリです。ベイビー A のアリアです。皆さん、ついに来ました来ました来ました。ついにアイズワンが日本での活動を再開します。2020年10月の21日、日本ファーストアルバム12がリリースされます。イエーイ、パチ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 、はい、そうなんですよ。ただいま絶賛第一次申し込み受付中でございます。ですね、2020年9月の2日昨日の夜ですね、から20時から明日2020年の9月4日金曜日の14時まで受付をしております。その後ですね、もう第2次の方になりますので、皆さん第1次がいかに大事か、はい、お見逃しなく。はい、で、あのリンクの方下の説明欄に貼っておくんですけど、ご予約ご購入方法についてここね書いてあるんで、ちょっと説明読んでいきますね。アイズワンジャパンオフィシャルショップにて特典会の対象となるアイズワン日本ファーストアルバム with one 版の CD をご予約ご購入いただきますと、アイズワン with ライブの特典会参加シリアルコードを1件必ずご提供しますと。はい、それでアイズワンジャパンオフィシャルショップのご利用は事前のウィズワンアカウントへのご登録が必要ですとなってます。で、ウィズワン版の CD は事前にご希望内容の申し込みの上、そうです、この第一次に申し込んで抽選にご当選された方のみご予約ご購入いただける商品となります。で、要はあの今回一次申し込みをしても抽選に外れてしまったら購入の権利がないわけなんですよ。購入できてないことになるんです。そしたら第2次をまた申し込むって形になります。もし今回抽選で当たったら購入できて、そう、予約ができて購入ができるっていうことになります。ちなみにですね、 with one のアカウント登録なんですけど無料です。私ね、なんか勘違いしてて、ファンクラブに入らないとこのウィズワン版の購入ができないと思ってたんですけど、ちょっとここでね今回皆さんにお伝えしようと思ったので登録の方で調べてみたんですけど、そこのページに飛んだら無料ってなってました。なのでいつもご視聴いただいてる方で、まだそのウィズワンに入ってないよっていう、登録してないよっていう方もですね、無料でできるみたいなので、ぜひ今回を機に登録してみてはいかがでしょうか。あ、倍率上がっちゃう。はい、というわけですね、相変わらずウィズコロナ時代ですから、前回と同じように今回も特典会はアイズワンウィズライブのアプリを使用してオンライントークになります。前回のレポはね、ウォニョンちゃんとミンジュちゃんとウンビちゃんがありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。皆さんはもう申し込みましたか？どう、アリちゃん申し込んだ？私もですね、散々悩みまして先ほど申し込みました。もうね、いや悩みますよこれは。もうさっきまで結構悩んだんですけど、もうね、ミュージックビデオとかパフォーマンスライブとか見て、もう悩みに悩みまして、もうメンバーを端から端から見まして、もうだって全員さ申し込みたいけど、お金的にそうはいかないじゃないですか。しかもですよ、今回のウィズワン版は個別トーク、3人のユニットトーク、個別のサインがありますから、誰の何を申し込むかもう迷いましたよ。しかも個別サインは 13,750円ですよ。いやお金いくらでも足りない。しかしですね、今回私め個別サイン会メンバー3名ほど申し込みました。いや、ほんと当たりますように、当たりますように、当たりますように。ね、なんかまあいろいろツイッターを見てるとですね、あのまあ悩まれてる方いろいろいらっしゃるようで、まあいつもよりも買わないかもなんていう声なんかも聞こえてたんですけど、私は逆にいつもより買ったんですよね。トータルのお金的には過去最高です。いやー、ほんとね、主人にバレたら怒られるかもしれない。でも私、自分の貯金ですよ、自分の貯金。で、今さ、私ほんと仕事してないから、あの YouTube だけです。一生懸命 YouTube 頑張ってます。よかったら皆さんセカンドの方も見てください。あの子育ての方動画アップしてるので、チャンネル登録お待ちしております。はい、でちょっと話戻しまして、大ちゃん、大ちゃんって言ったね。大ちゃんうちのペットです。大ちゃん、大ちゃん、はい、でちょっと話戻しまして、あの誰の どのものを申し込んだのかは次の動画でお知らせしたいと思います。ね、本当はね12名申し込みたいんですよ。もうね、あとなんかユニットとかがどんな感じ、大ちゃん
ユニットがどんなのかも気になるので、ちょっとそっちも申し込みたいんですけど、これの理由もね次回お話ししますね。とにもかくにもですね、まず第1次を申し込みを絶対皆さんお見逃しなくということで、今日の動画をアップさせていただきました。で本当にね、第1次のやつで枠全部埋まっちゃったら、なんか枠が×になって、みたいなことになるので、空いてる枠しか買えないって状況になるので、推しがいる方は特に第1次は必須です。はい、はい、というわけで本日は以上となります。皆さん誰に申し込んだ、どうだった、どうしたどうした、もう本当どうした、ぜひコメントの方で教えてください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。評価もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。Thank you.